それでは今年の東装ブースのご紹介をさせていただきたいと思います。こちらが12月発売のコードレス、しおり25のコードレスのプリーツスクリーンでございます。シングルとツイン両方発売しておりまして、こちらですね、操作コードがなく、こちらの手持ち部分を持っていただいて上下の昇降をいたします。でツインスタイルはこちらになりまして、こちらも真ん中の中間のバーにある、つまみを持っていただきまして上下の開閉を行います。はい、コードがないことで、小さいお子さんがいらっしゃるご家庭ですとかペットのいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただくことができます。こちらも12月発売のロールスクリーン、新しい新柄のご紹介になります。こちらは4つのシリーズで1つの、コンセプトになっておりまして、こちら右からご紹介いたしますと、都会で暮らす鳥たちがモチーフになっております。で次が、足跡のモチーフになっておりますが、森へ飛び立ちたいと悩んでいる鳥くんですね。でその次に、3つ目ですね。で 森にめがけて、実際に飛んでいくシーンを想定しておりまして、で最後のスクリーンは実際に森にたどり着いた鳥が多くの仲間たちと楽しく暮らすというコンセプトになっております。こちらが、12月発売のプリーツスクリーンの支援柄のご紹介になります。こちらは6柄展開になっておりまして、まず最初がこちらが鱗模様、扇のような鱗模様をカラフルに色付けしたものです。色も割とカラフルなタイプなので北欧スタイルにも合う商品となっております。続きまして、こちらがあられ、小粒のあられをランダムに配置しました。とてもシンプルなデザインになっております。そして、こちらが梅をモチーフにしたデザインになっておりまして、今日本に昔からあります梅の花を繊細な色合いで表現したプリーツスクリーンになっております。こちらも特に和室にもマッチするような商品となっておりますね。そして最後こちらが、柿と小夏というモチーフなんですけれども、熟した柿と甘酸っぱい小夏をコラボレーションした果実の柄となっておりまして、とても元気のいいイメージの柄ですので、お子様の部屋なんかにもとても合う商品となっております。続きましてこちらの柄は市松という名前をつけておりますが、市松模様に丸みをつけて濃淡のある水墨画風に仕上げたスクリーンとなっております。そしてこちらが竹ですね。まっすぐ一直線に上へ伸びる竹をストライプ調にアレンジしたスクリーンになっております。今年の東装のブースは、暮らし安心安全快適というテーマで、ブースを作っております。10月から12月の、発売の商品を中心に、展示しておりますので、ぜひ、一度東装ブースへお立ち寄りいただけますようお願いいたします。ありがとうございました。